はい、どうも、ぐっさんです。それでは FF14、第2章続きプレイしていきたいと思います。前回は、あれですよね、ハイドラを、ちょっと倒したところで、次はあれですね、新イフリートなんですけども、その前ちょっとね、まだクエストをやらないとダメなのがあるので、これをちょっとね、蛮神の真なる力。蛮神問題に関する依頼。さん、早速なんだけど、光の戦士ならあなたの力を。いや、別に俺、光の戦士ではないんやけど。その、タイソン。帝国軍のアルテマウェポンが排除されたことで、各地の蛮神勢力が再び動きを活発化させている。そう、神おろしを再開したの。アンマルジア族の蛮神イフリートをはじめとして、イクサル族のガルーダにコボルト族のタイタンだ。これまで君が戦ってきた蛮神たちが勢揃いした。しかも大量にクリスタルを、掲げたみたいでね、前回の比じゃない量を溜め込んでいたらしい。ということは、召喚された蛮神は間違いなく前に戦った時より強くなっているはずだよ、みたいな。それもおそらく圧倒的に、いわば真の蛮神といったところかしら。アルテマウェポンにいとも簡単に吸収された三蛮神。蛮神たちもあれに対抗するために準備を進めていたってことか。蛮族か。各国のグランドカンパニーは交戦員に転じた蛮族への対応で精一杯。それに帝国の脅威が去って市民の目は再び国内問題を向いているわ。とても動ける状態ではない。そこで三国の名士はあなたの名を挙げた。EU、グッサンピン。そんな。モーズナで聞いた方向を記録されていたエーテルの波形を見る限り、各自の蛮神とは直接関係はないでしょう。でも少なくとも今回の一連の事件の延長上に何らかの形で関係していると思う。帝国との人の後で申し訳ないんだけど、エオルゼアの人々を守るためには、グッサの力が必要。本当に頼りにしている。ほんまにあれやな。こいつら全く動けんよね。サンクレット。あれからいろいろバタバタしてしまって、まともに礼も言えていなかったからな。みんながいるこの場で改めて言わせてくれ。グッサンありがとう。こうしてまたお前と話せて本当に良かった。俺はずっと力を欲していた。だから闇のクリスタルの調査に深入りしすぎたんだ。すべてはアッシェの罠だったというの。本当に迷惑をかけてしまったな。もう二度と同じ過ちを犯さないと誓うよ。みんなのおかげで体の具合も随分と良くなったんだ。これからはまた暁の一員として頑張らせてもらうよ。よし、暁の決命の活動再開に、ね、みんな張り切っていきましょう。まずはこの蛮神対策からね。一度に全ての問題の解決は無理だ。一つ一つ片付けていこう。各蛮神の具体的な動きについては、ウリエンジェさんが情報を統括しているが、彼から話を聞いてみて。私が集めた真実、それはアマルジア族、イクサル族、コブルト族の三蛮神による神おろしの兆候です。人は皆、闇の淵で力を求める。それはあなたも私も、そして蛮族も変わりあります。始まりの闇は、なんて、勇ましき、清熱の民、アマルジア族、新たな力宿せし、行進、イフリートが、すでに現に、現れている可能性は高いと考えます。高いと言いますか。砂の宮と言葉を通さこそが勝利を呼びましょう。ウルダハの担当であるサンクレットから指示を受ける。
次はサンクレと真なるバンシンフリート。じゃあやりますか。早速俺の出番さ、よろしく。アマルジャ族による神よりウルダン派の不滅隊からの連絡によれば、バンシンフリートはすでに死体召喚されたようだ。俺も一緒に向かいたいところだが、バルデシオン委員会から止められていない。すまないが、できるのは情報の共有だけだ。なんでマシエンに憑依された影響で、今の俺はテンパート化しやすい体らしい。これ以上迷惑をかけられないからな。悔しいけど、今回は自重して情報解析に回るつもりだ。バンシーニフリートについては、不滅隊が先行調査を行っているはず。ウルダハ不滅隊作戦本部のスイフト大佐、タイガサに話を聞くといい。ミンフィリアが言っていた通り、今回は手強いぞ。冒険者の仲間を集めて十分に注意をして向かっている。不滅隊か。どこや。よくやっていかないとね。次がここかな。グッサン、逃走中、数々の、強敵、機構の腕を、借りて、これはラウバーン局長からの任務でもある。ついに暁の情報を伝えている通り、アマルジャ族による神おろしが確認された。機構には再召喚されたバンシーイフリートの撃退に向かってほしいのと。バンシンフリートを強襲するには、アマルジャ族の拠点、ザハルクセンジの国にある、奴らのエーテライトを利用するのがよかろう。どうやら連中は破棄されたエーテライトの残骸を回収し、独自にエーテライト網を作り上げたようだ。これならば、我ら人にも利用できよう。だが再召喚されたイフリートの強さは未知数。彼の神が座する、炎帝祭、敵に乗り込む際は8人の冒険者を集めた方がいいだろう。どうかバンシーフリートを倒し、このウルダハンシーを。はいはい。じゃあ次はあれか、めっちゃ奥やな。いっちゃん奥か。忘れられたオアシスからやな。じゃあ忘れられたオアシス到着したんで行きましょう。あっちあっち。よいしょ。これと交換しろと。シンフリート。じゃあ、一旦ここでちょっと止めましょうかね。カットしますわ。はい。
強いなこれ。強いな。難しいね。イフリートハープンで次ガルーダか。次はガルーダっすか。次はガルーダやな。一回ちょっとホライズン
ですか。はい、今回なんですけど、この辺りで一旦終わっときましょう。ちょっとまた次のやつを調べておきます。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録お願いします。はい、失礼します。